Yeah, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch Attack on Titan Season 3 Part 2 Episode 8. And in the last episode, they found the basement and they found some books there. So before you watch it, make sure you guys hit subscribe, thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social media, link in the description below. And now let's start it. Oh yeah, グリーサスペース。あの幼き日、私はこの世の真実と向かい合った。どけよ、ダブネズミ。なんだ、悪魔の力。エルディア人め、こんなところをうろちょろ。エルディアンス。兄さん、大丈夫だよ。お、We found it.お前たちも飛行船を見に来たのか。あ、持ってません。労働か制裁か。制裁を。兄さん。おお、親に迷惑はかけたくないか。はい、僕が妹を無理やり連れ出しました。妹の分も僕に制裁をください。ああ、分かった。あっ、うお、兄さん、もう一発だ。まったく容赦ねえな、クルーガー。ほら、ジョーちゃんは先に帰ろうね。They really drive her sister go back home. たとえガキでも腕章を外したエルディア人は楽園送りだからな。エルディアンス。もう、帰ります。待て、行けよ。ああ。妹は翌日、川で発見された。What?私があの子を送ったのはレベリオの手前までだ。仕事が忙しくてな。そもそもエルディア人の子供が許可もなく町をうろつくのが悪い。お前の息子は一族の立場をよく理解していないようだが。父は。ご指導いただきありがとうございます。我が愚足には教育し直しておきますので。この男たちにへりくだった。私は父にこの男にめまいのするような憎しみを覚え、それ以上に自分の愚かさを呪った。10年前、我々の祖先ユミル・フリッツは大地の手に入れる。ユミル。ユミルは死後も9つの巨人に魂を分け、エルディア帝国を築いた。そして大国マーレを滅ぼし、この大陸の支配者となる。他の民族を下等人種と決めつけ弾圧を始めた。約1700年続いた。かつての大国マーレは増長を極めたエルディアに内部工作を挑み、さらには勝利したのだ。当時のエルディアの王はこのパラディ島に三重の壁を築き、国民と共にそこへ逃げ込んだ。大陸に取り残されたが、寛大なマーレは我々を。娘を失った直後の父親にしては饒舌だった。ご主人様の言いつけを守り、危機として己の祖先を卑下する姿は犬さながらであった。あの男は嘘をついてた。何か都合の悪いことがあるから嘘をついた。言うな。この建物は壁が薄い。きっとあの男がフェイを。黙れ。言っただろう、我々の祖先は大罪人だ。でもフェイもそんなことしてない。町を歩いただけだ。 the voice お前は何だ、looks like、そんなに父さんと母さんと楽園に行きたいのか。いいかグリシャ、我々が直接の加害者でなくても関係ないことだ。我々にできることはと同じ目に合わせないでくれ。間違っているのはどちらだろうか、私かこの世界か。分かった。おそらくは両方だろう。私は無知で愚かで、世界は理不尽していた頃だった。Oh. So、he is この切り傷はどうしました、really、これは同胞の証です。マーレ当局の男に殺された、oh. 我々にはそんなことが。妹の事件の真相を知った時、心に誓った。悪魔はどちらか教えてやる。Oh my god!
我々の祖先がやったことは正しかったのだ。再び世界を正すためにはエルディアを復活させなくてはならない。マーレ政府の内通者はフクロウと呼ばれ、姿を見せ巨人の力に目覚め、荒れ地を耕し道を作り、峠には橋を架けた。人々を豊かにし、しかしグリシャ、よくこの古語が読めたな。いや、まだほとんど解読できてないんだ。でもなぜ真実が分かった？そんなことすぐに分かるだろう。なぜなら俺は始祖ユミルを信じている。俺たちは選ばれし神の子ユミルの民だ。どうしよう、フクロウが人を使わせたぞ。皆さん、はじめまして。私はダイナ・フリッツと申します。あ、王家の血を引く者です。ル王家の末裔の最後の一人であり、王家だけが持つ巨人の情報を復権派にもたらした。それはまさしく勝利への活路だった。間違いない。王が壁の中に持ち去った始祖の巨人。これさえ手にすれば、他の巨人すべてを支配し、マーレを打ち滅ぼすことができる。しかし、そのような絶対的な力を持っておきながら、なぜ島まで退くことに？それは戦うことを否定したからです。巨人対戦時、大陸内の力の均衡を保つという役目を放棄し、辺境の島に都を移したのです。私たちのこの惨めな日々は、王が争いから目を背けたことから始まったのです。戦おう。我々エルディアの民のために大陸に踏みとどまった真の王家に、始祖の巨人を王様するのだ。王子諸君よ、マーレを打倒し、エルディアの誇りを取り戻すのだ。翌年、私たちは結婚し、男子を授かった。メリット、名はジーク。王家の血を引く子だ。きっとこの子は私たちを勝利に導いてくれるぞ。時代は移り、人は変わる。世の中が急速に発展してゆく頃、エルディア復権派は転機を迎える。我々ユミルの民から七つの巨人を継承する器として、マーレの戦士を募ったのだ。干渉するなら、壁に潜む幾千万の巨人が地上のすべてを平らにならすだろう。この脅威が健在であるうちは、正面から手出しはできない。つまりマーレ政府の目的は我々と同じ、壁内に侵入し始祖の巨人を奪還することである。我々の息子ジークをマーレの戦士にするのだ。すべて間違っている。だがお前は誰よりもマーレの教えに従順に従わなければならない。うん、わかった。あ、しかし私は知っていたはずだ。親が子を自らの思想に染め上げる罪深さを。王家の血を引く子でも、エルディア復権の希望でもなく、ジーク自身と向き合ったことが一度でもあっただろうか。何にせよ、ジークは自らと祖父祖母の安全を選んだ。愚かな両親をマーレ政府に差し出すことと引き換えに。ここが、This is like what they did to、そうだ、エルディア人反逆者のルケーチ、お前たちはここで終身刑となる。無垢の巨人となってな。 As a pure titan。 答えろ、フクロウは誰だ。頼む、もうやめてくれ。全て話した。もう何も。それは残念だ。もう一本行こう。Yeah, that man. あんたと会ったことがある。子供の頃に。殺してくれ、嫌だ。さっさと歩け。巨人は嫌だ。クライス、グリシャか。どうなってる。なんでジークが俺たちを密告するんだ。お前の息子だろ。お前に全てを託したのが間違いだったんだ。復権はもう、ダイナも、なんとか言えよ。すまない。お前は自由だ。あっ、おクライス。うわ、おい、クライス。下にまっすぐ走れ。運が良かったら壁までたどり着けるぞ。
違いない。妹を殺した当局の男。おお。Ah, that one with the beard. I saw him before. やめろ！みんなやめろ！もったいねえ、悪魔の血じゃなきゃな。Your wife? ダイナ。ダイナ。あなた。体は王か！黙れ！まさか。私は、どんな姿になっても、あなたを探し出すから。そりゃいい。巨人同士でよろしくやってる。ダイナ！怖い夢でも見たの、エレン。ミカサ、今さ、すっげー長い夢を見ていた気がするんだけど、今、ミカサ looks beautiful like this。あの巨人、お前だったんだな。ダイナ。おお。お前には目もくれずグライス君を追ってるぞ。本当はあっちの男に気があったようだな。8歳の妹を犬に食わせたのはお前だろ。世界と向き合い理解を深めているからだ。ああ、お前の妹を息子たちの犬に食わせたのも教育だ。かわいそうに、エルディア人でさえなければな。見ろ、あれがお前らの正体なんだぞ。巨人の脊髄液を体内に吸収しただけで巨大な化け物になる。お前らエルディア人をこの世から一匹残らず駆逐する。これは全人類の願いなんだよ。なんだと。俺たちマーレに何をしようとした。心は痛まなかったのか。嘘だ。偉大な歴史があったんだろ。下にいる友達と語り合うといい。やめろ。いやほら、妹が呼んでるぞ。Oh, you saved him. Ah, this tyrant. どうだ、これが面白いと思うか。あんた、俺がフクロウだ。覚えておけよ、グリシャ。巨人の力はこうやって使う。We heard about the subject of Ymir in OVA. I don't know, but Eldians and Marley, it's like Marley people are the one who take the control of all of these things, and the Eldians just like people who cannot do anything in this place, but they're tyrants. And Dina Fritz.Right, Dina Fritz and she's the royal family, and those tyrants, the Eldians people, we saw most of them in the season one, the first attack that Rainer and Bertolt did, and Zeke, and he betrayed his parents. And when Grisa asked Zeke, he is holding a doll, and that is the Beast Tyrant doll.He is the Beast Tyrant, but the Owl is the one who told Grisa everything about the tyrant, how to become a tyrant. And Grisa is still human here, not a tyrant. So maybe the way he turned
Eren to a tyrant at that time. He's trying to do the mission that ever failed before. So yeah, thank you guys for watching. I hope you enjoy. Make sure you guys hit subscribe and thumbs up. Have a great day. See you next time.